こんにちは、橋本です。今日はリスニングの意識改革に取り組もうというテーマでお話をしていきたいと思います。それではよろしくお願いします。はい、えっとまずなんで意識改革しなきゃいけないかっていうところなんですけれども、まあ、日本語と英語はま違うからですと、うん、何を当たり前のこと言ってんの。 えっとちょっとうんと抽象的な話にはなるんですけれども言語っていうのはいろんな事象を、まあ、世の中世の中うんとんだろうな万物の事象っていうのは混沌カオスの中にあるんですけれどもそのカオスに 枠組みを与えるうんその枠組み。